はい、こんにちは、ピカです。今日ね、マントー TT レースの2ですね、やっていきたいと思います。1はね、結構リアルで、あのマントー TT をね、ほぼ完全再現してたんですけど、2になってね、よりグラフィックが綺麗になって、操縦性もね、よりリアルになった気がします。それをね、まあ前回のね、まあ、紹介した動画あるんで、それをね、とりあえず今概要欄に貼っとくんですけど、今日はね、いろんなモードをね、試すっていうのをやってみたいと思います。エキストラモードっていうのあるな。シングルプレイヤーの中の自由移動っていうのがあるな。これ自由移動やってみようね。あとはエキストラモード、お金なんだ、お金ってなんや、ああクレジットわらわらわら、マルチプレイヤー、オンラインマルチプレイヤーできるんだ、面白いじゃん。シングルプレイの、じゃあ自由移動っていうのをね、やっていきたいと思います。あ、これはアイルランドを、すごいじゃん、散歩できるんだ。朝快晴、あ、朝霧の中、肌寒い朝霧の中、何にする、ちょっとモデル紹介していこうか。クラシックとスポーツとスーパーバイクの3カテゴリーがあって、クラシックの中にはヤマハ、鈴木、バイクよう知らんわの4台か。スーパースポーツは YZF、 CBR、 WR、 川崎 ZX6R、 デイトナなんとかよ知らんわマジで。あ、これなんや、これはなんや、これわかんない、ホンダ CBR1000WR、 これよく知っとるな。お、ホンダ CBR1000 の WR2019 年モデル、よし、これでちょっとドライブしていこう。あ、いいじゃん、なんかテントじゃん、いいね、このテント、それに住めるの全部。ああ、悪くない。ほう、綺麗、グラフィックも。で、視線がこれとこれ、ほう、あ、これヘルメット視線だ。どうもこんにちは、ピカワです。こんにちは。ヘルメット視線、ヘルメットなし視線、そしてこれはいわゆるダッシュボードみたいな感じなのか。で、何にもない視点。なるほど、そんな感じなのか。これがアップで、これが引きか。ちょっとアップのこれでいってみようか。お、すごい。しちゃうんだよね。だからスティックを前に倒してでもウィリーしちゃうね。イギリスだから右側通行、左側通行でいいんだよね。まっすぐか。なんかバイクでツーリングしてるみたい、気持ちいい。ちょっと天候ね、どんよりっていうのにしてみた。雨はないんだね。あ、でバイクをスズキのね、クラシックなバイク、いいね、クラシックバイクいいな。なんか乗りやすい。ちょっと逆の 方、ね、方向に行ってみよう。あー乗りやすいとか言って、ブレーキがちょっと効かないのと、サスペンションがガタガタするな。
跳ねる感じ、路面を捕まえてない感じがちょっとするな。やっぱフィーリングまでねちゃんと再現されてるね。空港来た、空港。川崎のバイクで、空港を走るとトップガンだね。わかんねえか、みんな年代的にわかんねえか。おお、空港じゃん。滑走路どこ？トップガンじゃん。しまった、鈴木で来ちゃった。いや面白いなこれ。タイムアタックモード満灯やってみよう。変わりやすい、寒い。ちょ、今の鈴木のバイクでやってみよう。さあやるぜ。満灯だここは。さあここから一周やってきます。全開だ、ほぼ全開だ。なんかね、攻めがいがあるバイク。超コントローラブル。やっぱバイク一台一台に特性があってね。特にでもクラシックバイクすげえ扱いやすい。やっぱこのぐらいの速度域がまだこんなに怖くない感じが。すごいな、全開だもんな。展開だもんな、すげえな。でもなんかすげえコントローラブル、マジで。めっちゃ走りやすい、安定もしてるし、微調整も効きやすいし、切り返しも早い。ちょっと全開じゃんこの辺。すげえな。もうなんかね、住んじゃってる人もいるんでしょ、このレースが。もうこのレースのためだけに満灯に住んで、もうなんか道を覚えるっていうか走り込むみたいな人がいるみたいだよね。まあコースを覚えるのにいいよね。もうまんま島一棟丸々あれだね、再現してされてるよねこれ。ああ遠赤、もう満島の人アホやの、この遠赤やめろや。遠赤やめろや。攻めてるわーって感じだ。おー気持ちいい、こういうとこ最高や。今の切り返しすげえ気持ちよかった。
なんかね、乗りこなす楽しみがある。危ない、ギリギリ。そんなギリギリ行きたくなっちゃう。ギリギリを通りたくなっちゃう。攻めるぞーっていう気持ちになってくる。うわー、跳ねる跳ねる跳ねる。ちょっと今のはダメ。今の跳ねてブレーキングで悪いとこだったから、なんか路面がね、跳ねて制御失った。でも分かる、なんか今ちょっと やることがいけなかった。うまく走ればもうちょっと、うい、危な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 い。よし、行け。ヘルメット落ちそうだよな。ヘルメット壁にさ、頭が当たりそう。攻めていくと、こういうとこ、こういうとこ。うわー、面白い。ジャンプ。その後が満島で、今のところが有名なジャンピングスポットで、いやー楽しいわこれ。乗ってる感がマジすごい。爽快な感じがする。爽快感がやばい。攻めようっていう気持ちが本当にね、強くどんどんなってくる。ここだって最高速出るの266。ヘルメット打ちそう。この外側の縁石が本当に、歩道なんで、まあ歩道はいるけどな。ワンチャン歩道なくてよくね、この段差なくてよくね、線だけで。なんかそれだけでも死者数が減るような気がする。260人だっけ、110何年の歴史で死者がね。あー、路面が悪い。細い、ラインが細い。いやー面白いこれ本当。市街地に入ってきた。直角コーナーがあるぞ。危ねえ危ねえ。路面の本当状況がすごいね。すごい再現されてる感じがする。いや満島はね、走ったことないから分かんないけど、まあ、ニルはね、走ったことあるけどね、レーシングカーで。
あぶね、間違えてた。道間違えた。こっからが山をね、登ってきます。これは景色が激変していく。いいね、このクラシックバイクちょうどいいね、なんか半島走るのに。あ、人間もクラシックになりつつあるからちょうどいいのかな。うぅ、危ねえ。こっからね、景色が本当に山側に入っていくから、おお、山が綺麗や。この左側のさ、右側のこの柵、死ぬだろこれ。これ柔らかい素材なんかね、硬い素材なんかね、気になるとこだ。ちょっとなんか被ってんなみたいな、空気薄くなってキャブが被ってんなみたいな音になってるような気がする。もう年取ると幻聴が聞こえちゃうよ。楽しい。いやー面白いじゃん。もうでも、なんだこれ、なんだろう、マジテンション上がってくる。うわー面白い。あー惜しい、まあ、いけたのにってなっちゃうんだろうな。みんな大体こう調子に乗ってきたところでやっちゃうんだろうな。乗れてる、俺は乗れてるぞみたいな時にやっちゃうんだろうな。行け行け行け、よ、すげえ攻めてる感じする案外いける、もう全開でいけるだろう。ういういやべ、楽しくなってきた。待って、ほら楽しくなってくるとだんだん事故る。だいたいこれあるんだよな、マジで。あるある。何あんまり楽しくなってる時ってあんまりタイム出てない、実は。楽しくもなく、なんか冷静にあんまタイム出ねえなっていう時がなんかめちゃくちゃタイム出てた大事。ここやっちゃう、危ない毎回やっちゃうんだ。さあ残りわずか。
あと5キロ。最終がな、難しいんだよな。最高速出て。この高速コーナーやばくない？あー！飛んでったバイク、どこまで行くねん。やっぱ調子に乗るとダメなんだな、こう。うわー、気持ちいいって思うとダメだな。いやすげえ。危ない、あのパイプ。そこダメだな。パイプ出てて、なんでそのとこ街灯つけたんだよ。ここだ、一番難しいの。ここめちゃくちゃ難しいんだ。最後のこのセクションめちゃくちゃ難しいんだけど、あれ直線にしてくんねえかな。さあ最終ゴール。ベストラップ19分38秒ですね。いや、めちゃくちゃ難しいわこれ。はい、やってきましたけどね、いかがだったでしょうかね。はい、いろんなモードと、あとタイムアタックですね。クラシックな川崎のバイク、鈴木のバイクだった鈴木のバイクだね。でね、やってきました。クラシックのやつすごいコントローラブルで面白いね。一台一台ね、ハンドリングも変わってるんで、ハンドリングっていうの、操縦性も変わってるんでね、すごい面白くなってますね。マント TT2 よかったらね、やってみてくださいということで。あ、これね、 PS4 版も出るかもしんないよ、知らんけど。うん、あの前のやつ出てるよね。はい、ということでね、またこういうのやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。